かった主イエスだとわかった。するとイエスは、するとイエスは、彼らには、彼らには見えなくなった。見えなくなった。ルカの福音書、ルカの福音書、24章、31節。せーの、アーメン。じゃあ今日はこの御言葉でイエス様と一緒に歩く道という話をします。みんなに質問です。先週は何の日でしたか？先週卵もらわんかった？みんなもらった。イースター、正解シュー君。そうです、先週はイースターでしたね。私たちの悪い心、悪い心何やった？罪。罪、せやね。罪のためにイエス様が十字架にかかって3日後によみがえったことをお祝いするのがイースターでした。はい、じゃあ先週勝利先生はイエス様が十字架にかかって死んだ後にお墓に入って大きい石に閉じられてたけど、そこに女の人が行くと、そのお墓の中にはイエス様はどうやった？いなかった。いなかったんやな。そういうお話勝利先生してくれたよね。じゃあ今日はそのお話の同じ時に起きた男の人2人のお話をします。ある男の人たちがイエス様が死んだことを知ってたけど生き返ったことを知らなくて、なんでそういう話があったんだろうって思いながらエマオというところに歩いて行ってました。そんな時にこの人が現れました。この人が何のお話をしているのって二人に聞きました。え、あなた知らないの？十字架にかかったイエス様、僕たちの悪い心のために十字架にかかったんだけど死んで3日後に生き返ったんだよっていうお話をしました。実はね、この男の人3日後に蘇ったのって誰だったっけ？十字架にかかってイエス様ね。実はこの白い男の人はイエス様でした。でもこの二人はイエス様って死んだけど生き返ったのかなって、本当にそんなことがあったのかなって分からなくて不思議に思ってたから、この人がイエス様だってことに気づきませんでした。みんなは何か悲しいことがあったりさ、嬉しいことがあったりした時ってさ、お祈りする？お祈りって毎日するかな？実はね、イエス様にたくさんたくさんお祈りすると、毎日みんなが生活してるお家や幼稚園や保育園、教会の中でイエス様がしてくれる優しい助けについて気づくことができます。例えばみんなこれ知ってる？知ってる。これはポトフっていうね、ソーセージとかお野菜とかが入ってるスープなんだよな。サラ先生がある日お仕事頑張って疲れてお腹すいたって時にポトフ食べたいなって思いました。ポトフ食べたいな、イエス様ポトフくださいって思いながらお家に帰りました。するとなんとおばあちゃんがこのポトフを作って待っててくれました。サラ先生はな、イエス様にポトフ食べたいなって言っただけやけど、ポトフがお家にあったの。すごい？おばあちゃんにポトフ食べたいから作ってって言ったわけでもないのに、
家に帰ったらポトフがありました。でもこれってイエス様にポトフ食べたいなって言ってなかったり、イエス様のことを信じてなかったら、これは神様がしてくれたんだってことに気づけません。でもいつもお祈りして、僕はこういうものが欲しいです、例えばユージは車が欲しいとかあるかな、車が欲しかったり、レナちゃんはプリンセスのシールが欲しいですとか、そういうお祈りをしてたら神様は与えてくれます。その与えてくれたのにありがとうってできたら神様はとっても喜びます。みんな神様にそうやってお祈りできそうかな。みんなが欲しいものを神様に何回もお祈りしてみてください。すると神様はそれを与えてくれるし、それを与えてくれるのは神様が、みんなが神様のことを愛して信じてたら神様は与えてくれます。今日お話ししたさ、この男の人2人、イエス様のことを知ってたけど、このイエス様と会った時にはこの人がイエス様ってことに気づかなかったよね。それはイエス様って本当に生き返ったのかなって、どうなんだろうって思ってたから。でもイエス様が僕たち、私たちの悪い心、何だったっけ、罪、みんないっぱい知ってるね。その罪のために十字架にかかって、私たちがいつも神様の中で元気に過ごせることをありがとうってお祈りできてたら、神様は良い時良い場所でみんなのお祈りを答えてくれます。だから神様のことを信じて、神様にいっぱいお祈りするみんなでありますように、イエス様の御名によって愛なりします。